船橋駅に来たのは元総理の菅義偉。そしてそこに映っているのはなんと、為沢直樹。そしてこの後、とんでもないことが起きる。人生倍返し。為沢直樹と申します。半沢直樹のモノマネ芸人 YouTuber です。僕ね、船橋に住んでるんですけれども、すごいこと起きまして、1週間後に選挙の投票を控えた自民党が、菅さん、元総理の菅さんが応援に来てて、船橋の駅前人だかりができてるんですよ。僕ちょうど期日前投票しに行こうかなと思って行ったら、うわーって人がいっぱいいるから何かなと思ったら、菅さんが来るって書いてあって、とんでもないこと起きたんですよ。とんでもない、もうパニックになった。すごかったの。まず菅さんが出てきて、要するに応援するね、木村さんって人がいるんですけども、その人がまず演説してるでしょ。したら途中でパチ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 って拍手が起きて、下から菅さんが選挙カーにこう登りに行くんですよ。おはようございますって、みんなバーッとお辞儀して、わーって菅さんが選挙カー登るでしょ。で演説始まって、菅さんね、僕ね、ダメ出ししたいと思います。菅さんこれあれなんですよ。菅さんってパンケーキの人って言われてるの分かります？パンケーキおじさんって。やればいいのにギャグをね、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、今回は眠い、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、野党のヤジが地獄ってギャグあるじゃないですか。あれでのし上がったわけですよね、菅総理って。やればよかったのにと思って、ガースですも言わないし、初めにどうもガースですってニコニコでね、なんかニコニコネットの放送の時に言って、すごい叩かれたという。ガースですも言わないしね、言ったらめちゃめちゃ僕応援したんですけど言ったらもうドッカンドッカン受けてたと思いますよ。わーって人気者で拍手って、俺写真いっぱい撮って、ですごかったので。ね、結局こう演説はこのね、ワクチンはコロナの切り札ですね、コロナ対策の切り札がワクチンで、これだけ抑えてる、まずこう言うじゃないですか。で演説はまあいいんですよ。まあ僕もね、拍手したりしながら聞いてたんですけど、でやっぱポイントはね、演説の前と終わった後、もうカメラが回ってない時に周りがどういう対応をするかで、その人の本性って見えるじゃないですか。もうね、キングコングの西野さんもメイキングとかは本番じゃなくてその前後が大事だって言ってるんですよ。そこに価値があると。僕だからそこじっくり見たの。みんな帰ってく中で、終わった後どういう風に選挙カー降りて周りがどういう風に対応するのかなって見てたら、こうなんかありがとうございましたみたいな感じになって、菅さん最後なんかみんなに向かってね、その周りのね SP とかそのまあ、関係者がいると思うんですけど、に向かってちっちゃくガッツポーズこうやってしたんですよ。こうやってなんかね、それ見て、ああ僕ちょっと可愛いな菅さんって初めから可愛いって言われてたんですよ。パンケーキおじさんって言われてて、なんかちょっとね可愛いなって思う。でその後すごかったのが、さあこれから菅さんがですね、皆様の元に参られますって、来たの菅さんが。びっくりした俺。で、なんか、SP が、ちょっと近づかないでください、これ以上近づかないでくださいって、もう、物々なんですよ。パニックですよ、パニック。その映像が今流れてるやつなんですけども、すごい、これ、近く追って、俺この格好していけばよかったなと思って、この格好をして SP のふりしたら面白かったかなと思って。で、なんか、で、すごいもう、うわーって押さないでくださいってなって、で、こうやってやって、何かなって初め思って、なんか菅さんがもう、写真一緒に撮るのかなと思ったら、でもこうやってやってるから、SP ですよ、SP の人がこうやって。握手じゃなくて、グータッチなんですって、カンカンカンって。で、若者とかが、うわ、よっしゃぜ菅さんと、グータッチしたぜっつって、喜んでるんですよ。で、僕もちょっとしたかったんだけど、まあちょっとギリギリでね、まあ、このぐらい、もう菅さん、が目の前ちょっと通ったんですよ。もうなんだろう、おいしんぼでいう貝原雄山と山岡がすれ違うぐらいの距離でバギーンバギーンってダメザーすれ違ったんですけども、で菅さんなんか駅前のエスカレーターがある、船橋ってあるんですけども、そこ登ってったんですよ。なんかわーって、でそのエスカレーター登るんです。エスカレーターって上りがあったら当然下りが横にあると思うんですけど、エスカレーターの上りと下りですれ違う人にグータッチしてってんすよ、こうやって、菅さん。それちょっとね、それやった人が羨ましいなと思って、ちょうど降りてくる人がいて、こうやって、パパパ。もうめちゃくちゃ人気者でした。で、ちょうど僕、期日前投票に行きたかったから、駅前のビル登りたかったから、菅さんと同じルート通ったんですよ。
俺そっち今行きたいのに菅さんがそっち行くから菅さんの追っかけみたく俺になっちゃって、菅さんの後ろ僕追っかけてったら、菅さん途中で引き返してきて、大丈夫です、皆さんの元に菅さんは参られますからつって、なんかアナウンサーかな、アナウンスみたいなのがあって、押さないでくださいつって、密になるんで押さないでくださいってなりながら、ちょっとしたパニックになったの。これ僕ラッキーと思って、僕はあのね、船橋だから船橋じゃないですか。だから菅さん来たから僕、あ、パンケーキの妖精の菅氏が来たよってツイッターにつぶやいたの。パンケーキの妖精の菅氏が来たよってつぶやいて滑ったんです。そしたら、そう、自民党の候補者の方がいいねしてくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございますそう、清きいいねありがとうございます。私に清きいいねをありがとうございます。そんで面白かったのね、僕ね、期日前投票もしかしたら初めて行ったのかもしれないんですけども、すごい面白いんですよ、期日前投票。すごいの。あの、行ったことある人分かると思うんですけども、期日前投票って普通に投票所と同じ設備が置いてあるんですよ。その、ま、場所によると思うんですけども。船橋だったら駅ビルにバーンって置いてあって、むしろでかいんですよ、僕がいつも行ってる中学校よりも。で、めっちゃ笑ったのが、今回の選挙マジで笑えます。すごいですよ。比例選挙区制、比例の選挙区の、政党名を書く紙あるじゃないですか。自民党だったら自民党、民主党とか書くじゃないですか。それ、めっちゃおもろいのあるんですよ。笑う箇所が2箇所あって、まず、民主党、立憲民主党ってあるじゃないですか。あれ、ね、略称が書いてあるんですよ。自由民主党が自民党じゃないですか。自民党って紙に書くんですけど、略称をね、自民党って。立憲民主党は、まあ民主党で、まあいいじゃないですか。で、端っこに、国民民主党っていう党がもう一個あるんですけども、枝分かれしたやつなんですけど、それも略称が民主党だから、2個エントリーしてるんですよ。何それと思って。あの、R1 グランプリでなんかね、2つエントリーする芸人みたいな。で、それは別にそんな面白くないんですけども、まあ、ずるいなと思ったぐらいなんですけども、あのね、NHK とあるじゃん。NHK をぶっ壊せでおなじみの N と、あれが、笑かしにかかってるんですよ。あれのフルネーム知ってます ?NHK、NHK 党の。なんか、長々と書いてあって、そのフルネームが。NHK と裁判で争っております。憲法、なんとかなんとかで、なんか、なんなの?長いっていうか、もう一つの文章で収まらないボケを、政党の名前にしてるんですよ。もうこれ俺ずるいなと思って一人で笑ってました。その比例のとこで。ずるーと思って。おもろいやん、それ。あの、政党名の名前なんか、ラノベのタイトルみたいに長くして、しかも一つの文章で収まらないってちょっとずるくないですか?そんな感じで、菅さんが船橋に来てパニックになる。という、ね、とりあえず、パンケーキの妖精菅氏が船橋に来て、もうパニックになったっていうお話でした。私に、清き、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ダメサバ直樹でした。